こんにちは、葉月ひまりです。今回は私のデカめメイクの方法を皆さんにご紹介したいと思います。ということで、もう今は、アイメイク以外は全部やってるんですけど、最近流行ってる片目だけメイクしてデカめ効果があるメイクやっていこうと思います。じゃあ今回こっちの目だけメイクしていきます。まずカラコン使っていきます。カラコンはチャンスのステーブルグラスを使用していきます。こんな感じのちょっと緑っぽいグレーっぽいカラコンです。これだけでも結構もう目の印象変わりますよね。でアイシャドウは A ブラックのグラムチャンスマルチパレットの01番を使用していきます。このアイシャドウパレットは毎日メイクとか普通のメイク動画とかでもたくさん出てくると思うんですけど、すごい使いやすい色、捨て色がないのでほんとね毎日使ってます。でまず最初にここのブラウンを使用していきます。筆にとってこうアイホール全体に塗っていきます。気持ちいい横長、こうこっちの幅を取るというよりかはこの横の幅を取る感じで、で、のせるときは基本目尻からのせていきます。で、こっちが薄くなるような感じかな。私は結構なんか切れ長の目が好きなんですけど、自分の目自体は結構丸目なので横に横にね、塗っていくことが多いです。もうこの時点でも全然違くない？ちょっと細い筆を同じ色取って目尻3分の1っていうのかなに塗ってあげます。次にもうちょっと濃い色、こんくらいの茶色ですね、ちょっと濃い色ね、さっきよりを細い筆に取って、まぶたの両サイドにくの字を描くような感じ、ちょっと伝わるかわからんねんけど、お筆をねくの字に、なんていうのかな、スライドするみたいな感じ、伝わるかどうかわかんないけど、でこのくの字にすることでなんかキャットアイみたいな感じになります。ちょっと猫目みたいな感じ。そう、釣り目にしたいから上にこうキュッて上げる感じかな。目頭側もくの字にしてあげます。このね中央だけちょっと薄くなってるんですけど、わかるかな。次にデイジークの03番を使用していきます。このデイジークのラメを使用していくんですけど、一番こっちの色、ここのラメは細かいラメなんですけど、これをねまぶた全体に塗ってあげます。中央に置いてからこう左右に伸ばす感じ、アイホールを越えて眉下ぐらいまでラメをのせちゃいます。このラメはほんまに細かいからめっちゃ綺麗なの、だから全体的にのせてあげたら女性らしい目になる気がします。で次にこのもうちょっとなんかゴロゴロしたねラメがあるんですけど、これをまぶたの中央にだけのせてあげます。なんか前までクリオのラメが一番綺麗と思ってたんですけど、デイジークのラメの方が最近いいなって思ってきて、そう最近はデイジークのラメを使うことが多いです。で同じラメを細い筆に取って、この涙袋、こういう顔して涙袋にのせていきます。私は目頭側からのせることが多いですね。黒目の終わりぐらいまでかな、こう全体的にはあんまりのせへんかな、ここだけのせます。はい、こんな感じです。この目頭にもチュンチュンチュンって入れてあげます。アイライナーを塗っていきます。このアイライナーはキキってとこのアイライナーなんかな、読み方わかんないですけど、まずこのインラインを引いていくんですけど、鏡を下に持ってくるんです。こんな感じでこう下見ながらねこうインライン塗ってあげるとすごいなんか描きやすいんですよ。次目尻を
敷いていきます。これ、ね、黒目の終わりぐらいから敷いていくんですけど、ちょっと垂れさせてから最後跳ね上げる感じで、目尻を持ちながら描くとすごい描きやすいです。なのでやってみてください。で、目頭もね引いていきます。このモンコヒダの延長線上に引いてます。私はカーブに沿って、こんな感じです。わかるかな。で、ビューラーでまつげを上げていきます。まつげはほんまに大事で、こうまず根元を、じゃ一番根元を持ってキュッキュッキュッって何回ぐらい、自分、いや、わからん、何回ぐらいやったら、いつもこうめっちゃやってるかも。根元を一番やってあげて、その他はあんまりカールつけないかな。どうでしょう、わかるかな、この時点で。で、マスカラ結構こだわりがあって、私はボリュームタイプよりロングタイプを使うことが多いんですね。いつも2個使いしてるんですけど、まず最初にインテグレートのおてんばカールを使っていきます。これなんかコームが面白くて、こんな感じのなんか新しい感じこのマスカラはね、なんかまつエクみたいなまつげにしてくれる。コーティングしながら一本一本がねすごい細いんですよ。元のまつげに一本一本コーティングしてくれてるみたいな。私まつエクしたことないんですけど、マスカラ使い始めてからまつエクしてるってすごい聞かれます。はい、下まつげもね塗っていきます。下まつげはなんかこうやって縦にしてからコームで溶かしてあげるみたいな感じにしたら一番やりやすいかも。で、次にこのペリペラのロングタイプのブラックのマスカラですね。私絶対マスカラブラックなんですけど、上からね重ねていきます。これはなんかロングタイプなんですけど結構ボリュームが出るので、おてんばカールだけだとちょっと物足りないなって思う時が多くて上から重ねてます。でもこの2つ使いがほんまにおすすめすぎて、もうまつげバッサバッサになります。これさ、もうちょっとさ塗るところがな、細かったらやりやすいんだけど、こんな感じで、さっき使った A ブラックのこの濃い茶色をめっちゃ細い筆にとって涙袋を描いていきます。うんってして、ここら辺かな。クマみたいになっちゃうって方は多分筆が太いのかなって思います。もっとなんか細い筆で描いてあげたらクマっぽさは消えるんじゃないかなと思います。で、ちょっと手でぼかしてあげる、こんな感じで、もうちょっと濃い色、この色ですねを同じ筆にとって、この目尻の線を引いてあげます。ここですね、この線を引くのが大切、自分の中で。これめっちゃデカめ効果あるんですよ。なんて言ったらいいかな、ここのここの一番なんかカーブになってるところから平行に外側に引いていきます。はい、これでデカめメイクの完成です。全然違くない？やばい、左右の印象が違いすぎません？すごいね、デカめ効果がやっぱりあります。このアイメイクはすっごいね、いろんなアプリを見て調べて一個一個自分に合ってるものを取り入れて完成したのがこちらのアイメイクなので、本当におすすめのアイメイクです。こっちのアイメイクしてない方がおぼこすぎる。一つ一つポイントを大事にしてアイメイクしてみるとここまで変化が出てくるので、ぜひ皆さんもやってみてください。またね、ナチュラルメイクでもデカめに見える方法とかもご紹介できればなと思います。それでは今回は私のデカめメイクの方法の動画でした。少しでも参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、TikTok もしてますので、そちらのフォローもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。